はい、日本全国旅ス日記始まりました。今回24回目ですね。前回はね、北海道で負けたんで、今回リベンジしたいと思ってやってきたのはここ新宿駅。今回の旅先はですね、東京都ですね。だから土地勘はあるんでね、場所とかはサクサク行けるんですけれども、最近ね、そんなに打ってないんで、状況がどういうことになってるか、そこら辺はね、ちょっと大事なんでね、今日、25店舗、最低でも25店舗下にしていいホールを見つけて、明日から実践に行きたいと思います。今日は新宿でムム君と小野さんが実践してるという情報もあったんで、ちょっとね、会えたら登場してもらおうかなと思ってます。第24回目も勝利目指して頑張りいく、下見25店舗行ってきます。今までないでしょ、こういうの。ないですよ、ないでしょ。外出ただけじゃないですか。それでじゃあもうこの辺で僕はちょっといらなくて、じゃあサラバイク、はい、どういうサラ819、くだらない。いや、じゃあこれ、じゃ自分がツイッターで言ってたじゃないですか。だから僕やってただけ。あ、ツイッターじゃない、ブログだ。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、頑張ってください。ダンバイクです。頑張ります。はい、今下見中で、新宿から池袋ホール回りました。その後大山のホール回りました。そして今渋谷に来ました。で、渋谷のホール回って、19店舗今終わりました。下見がね、なんだかんだ、まあ、無双中心ですけど打てそうなお店はありましたね。あと大海かな、海系、海と無双ですね、やっぱりね。で、まだ今19店舗、いつもなら20店舗で終わるんですけれども、東京都内は店回りやすいのもありますし、前回函館で16店舗しか回れなかったんで、今回は、25店舗は回りたいなと思って、あと品川、新橋、上野周辺のホールを回って、25店舗回りたいと思います。はい、今はですね、30店舗都内のホール回りました。ここはですね、上野のパチンコ村というね、メーカーのショールームやら、関連機器会社が密集している地域なんですけれども、こちらに遊銀さんのショールーム で、あそこはね、三京さんね、自称寺さんもありますね。この辺にね、ここは三洋さんのショールームね。いやー、終わったよ。あとはね、明日多分無双か海、大海フォークは無双で勝負したいと思います。それでは明日頑張ります。はい、おはようございます。11月9日、今池袋にやってまいりました。狙いは一応一無双、いい台が取れなかったら第二候補店が新宿です。まあ、間違いなく今日朝一向かう店には甘い台はあると思うんですけど、抽選入場じゃなかったんで40番手前だったかな、整理券が。ちょっと危うい気もするけれども、まあまあダメだったら店移動します。
はい、今ね朝から無双のまあまあ周りでは20ぐらいの無双をつかめて打ってるんですけども、当たりは、通常1回でちょっとしょぼしょぼなんですけども、今読者のね、菅野さんが、ちょっと来ていただいたの来てくださったので、ちょこっとねお話ししたいと思います。どうも、はい、初めまして。よろしくお願いします。初めまして。よろしくお願いします。なんか紙面にも前回今回の今後か今回のに出たらしいですね。あ、そうですね。コウキ君の選手コキ部門、はい、コキ部門の方にコキ部門、ちょっとばっかし、はい、乗させていただきました。あ、そうなんですね、はい、普段はパチンコはまあ大体月4分の1ぐらいですかね。あ、そうなんですね、はい、ガイドはじゃ結構読まれる読んでくる。ガイドはもう高速2年半ぐらい。 ありがとうございます。もっといろいろ話聞きたいんですけど、俺もちょっとハマってて、はい、今もやばいんですよね。12月のイベントもさせていただきますので。あ、そうなんですか、はい、チケット買いました。チケット買いました。あ、よかったですね、はい、あれ結構争奪戦だったみたいで。そうですね、結構早かったですね。いや、よかったよかった、はい、じゃあまた12月1日にお会いしましょう。はい、お願いしますので、はい、ありがとうございます。朝から新北斗無双池袋で打ってます。で、前回は当たりは通常2回でお値段はなし、投資は35,000円、周りは1020回ぴったりぐらいで1ラウンドあたりの値段が140後半あります。まあ優秀台なんでね、いいんですけれども、あとは夜まで打ってどうなるかですね。池袋といえばつけ麺で有名な大勝軒ね、今や全国チェーンになりましたけども、その大勝軒でつけ麺いただきたいと思います。はい、我が家に帰ってきました。池袋からもう帰ってきたというよりも、見てこれ、時刻が今4時、朝の4時です。ちょうど原稿があったんでね、帰ってきてやってました。ちょっとねデータまとめるのは明日にしよう。明日というかもう今日また7時に起きて、昨日のホール行って、一応狙いは北斗無双また打って6時にやめて7時半から懇親会。大丈夫か俺大丈夫か俺、昨日の結果はね明日やりますけども、さっき計算したら回転率は 20.9 だったかな。ちょっともう一回明日検査しますけど、で1ラウンドで玉が149個だったんで、かなりの優秀台でしたね。明日は土曜日だからね、ちょっと閉まってたり打てなかったりする可能性もなきにしもあらず、そしたら、第2候補店がありますんで、そっちで頑張ります。それではしばし寝て、また朝ね、明日の朝頑張りくです。それでは、寝るバイク。はい、おはようございます。11月の10日、今日は土曜日ですね。で、ここは昨日と同じ池袋です。東京都の池袋駅前。で、昨日打ったホールで、昨日打った台が打てたらいいなと思って整理券もらいに来たんですが、昨日より早い時間にもかかわらず、
番号は70番、もし厳しければ第2候補店に移動したいと思います。今日はね6時まで実践して19時半から、読者さんとの懇親会、今のところね13人ぐらい来る予定で、まあありがたいですね。でみんなでワイワイお酒飲めればと思ってます。ちょっと寝不足だからすぐ酔っ払っちゃうかもしれないな。とにかく、懇親会まで全力尽くして頑張ります。今ですね、池袋から電車乗って、大山に移動しました。トキオスペシャルはちょっといまいちでね、最後118ハマりで、ね、SP も外しまくってたんでやめました。でマイナス6000円で、大山に移動しました。これからあと6時間ぐらいあるか、おとといか、大海方がちょっと状況的だったんですけど、今日土曜日なんでね、こういうことどうなってるか、打てそうだったら打ちます。はい、大山から新宿に移動しました。ここはね、いいともですよ、いいとも、天気もいいともですよ、ね、いや大山はね、状況が悪くなってて、たように見えて、2000円だけ大海方打って、38回か、厳しいですね。で、朝池袋、そして大山行って行って、今新宿、なんとかここで打てたらいいんですけど、打てなかったらどうしよう。とりあえず行ってきます。笑うぞ。はい、今時刻は18時10分でございます。パチンコやめました。新宿でですね、無双が20ちょっと回る台ありまして打ったんですが、投資が 27,500 円で、まあまあ一定の出玉が6700発なんで、投資27,000円で回収が23,500円、収支がマイナス4,000円で、
3店舗の収支が、トータルマイナス1万2000円で終わりました。いやもう懇親会があるんでね、玉流しましたけども、まさかのマイナス1万2000円ってことはですよ、昨日がプラス1万3000円だから2日でプラス1000円。いやー朝からね、今打った無双座ってればまた違ったんでしょうけど、で、これからね、ちょっと早いか、あと1時間ぐらいで懇親会、12名の方がいらしてくださいます。軽く飲んどきます。緊張するんで1杯2杯飲んどきます。はい、で昨日ですね、あのバイクサンドマン池袋で、ま、ちょっと待ち合わせで会いまして、その後ですね、北斗無双を打ちましたら、あの初めて、20連超えをしまして、何連したんですか？全部で時短引き戻しからの25連です。あの初めて、表示で4万発出ました。ガイドへの要望ですよね。今日もなんかメガ盛りね、持ってきてるんですけど。あ、そうですね。はい。あ、とりあえず30周年おめでとうございますもんね。はい。要望は、もっとなんか昔みたいに、こう、無茶な企画をやってほしいなって。なるほど。大筒さんが、席取るときに位牌置くみたいな。あ、ありましたね。ああいう、ね、位牌とかね、位牌とかなんか他にもやらじゃなかったでしたっけ、なんかよく忘れちゃったんですけど、そういうなんか、そうをちょっと見たいな、まあ紙面でもいいので、はい、もうちょっと最近紙面がちょっと読み応えが少なくなってきてるんで、もうちょっと紙面を読み応え多くしてくれるとありがたいかなと思います。はい、以上です。なかなかライターさんに会いに行く機会はできれば、こういう中を作っていただけると嬉しいなと思います。わかりました。改正で構わないので、はい、少しオカルト的な要素も入れてました。わかりました。お遊び的なね。そうですね、で楽しくやれたらいいね。はい、あとすいません、まず先でガイド30周年いいやつです。ありがとうございます。まあ、ガイドへの要望はですね、今年の12月にもイベントを、30周年のイベントをやりますけども、そういうライターさんとちょっと触れ合えるようなイベントをメイン会でもいいのでやっていただけたらなと。まあ、ライターの皆さんお忙しいのは重々承知ですけど、年に一度ぐらい開催していただけたらなと思ってます。わかりました。お願いします。作業員、はい、はい、ガイドさんの集まりに来ちゃった。あ、オリズス、いや大丈夫です。ガイドワークスですから。ガイドワークス、ええ、あ、ガイドワークスさんでしたら喜んで。大丈夫です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ガイドワークスさん、あ、ガイドさん、もしくはまあ特に白板さんに要望あります。あ、なんですか。あの一度でいいからぜひともガングロデスマッチっていうのをやってください。なんですか。なんですか。ガングロデスマッチ。ガングロデスマッチ。はい。ガングロヤマンバ。いましたっけ。ヤマンバにして。あ、なるほど。秋田人間がガングロになってヤマンバの格好してください。そういうのが好きな、お好きなんですか。いや、一度でいいから可愛いとしてライターさんのそういう姿を見て。あ、なるほど。汚れみたいな感じが。あ、それ面白いですね。確かに。わかりました。ガイドさん30周年記念おめでとうございます。ありがとうございます。これからも皆さん体に気をつけて。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。湯川さんに仕事をあげてもらってよろしいでしょうか。湯川は押しすぎますよ。湯川さんに。いやいや、でもね、今すごい人気急上昇なんで、これからも多分出続けると思いますよ。多分仕事は間違いなく増えていくと思うんで。まあそうです。大丈夫です。さらにさらに、はい、さらに、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。言いたいことガチなこと言っていいですか。あ、ぜひ。あのですね、来日も買ってるんですよ。ありがとうございます。で、登録してるんですよ。ありがとうございます。DVD を全く見てない。もうね、いや、やっぱ見る時間ない。いや、でもね、昔から紙面の人は見ない人もいますよね。見ないんですよね。なんで、見ないタイプを
でちょっとだけ安くしてくれる。ですよね。昔は300円台でしたよ ね、 そうですね。じゃああれですね、紙面重視の人に向けての雑誌も2タイプ雑誌というと、あー分かりました。アマデジ誕生日系の企画を。あーなるほど、昔アマデジ専門の本出たんですけどね、最近ないな。確かにアマデジライトミドルの専門のボックスとか紙面とかあったらいいですよね。アロハママの旦那のアロハ慎太郎です。大野さんへの要望なんですけど、やっぱりアマデジがあんまり企画としてあげられない。そうですね、最近ちょっとそうかもしれないですね。そうですね。で、あの出玉のこう量で、まあ、派手さを売るもいいと思うんですけど、アマデジ技術的なもの、玉増やしだったり、今だったらまあ増やせなくても減らさなかったりだとか、まあ、そういったものをもクローズアップしてもらって、まあ、やっていただければ、まあ、非常にありがたいかなというふうに、僕は思います。大阪から来ました京武です。京武さん、今日大阪から来れた、月曜日に来ました。あーなるほど。どう思いますか今。最近なんか、どうなんでしょう、幅が広がって楽しいと思うので、このままなんか、あーもっと、あー広がる。業界ちょっと寒いですけど、業界寒いですよね。業界寒いです。ガイドはまあまあ満足していただけると、ありがとうございます。無理なのは分かるんですけど、もうちょっと突っ込んでというか、ぶつ切りにしすぎないような、まあ、時間的な制約、あとやっぱりもっとガチなネタが、ちゃんとおちゃらけもいいんですけど、もうちょっとガチな方が、ただいわゆるオカルトっていうのを全て否定はしたくないですね。昔のそれこそインターネットがなかったとか、思い込みからいっぱいあったじゃないですか。あまりにもね、全ては否定したくないんですけど、なんかまあそんな感じでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。カンタです。はい、カンタさん。で、まあ、ガイドさんはまあ、今までどおり頑張ってもらえれば全然大丈夫なんで。ああそうですか。今じゃあ満足してください。満足です。ありがとうございます。はい、縁も竹縄でございますが、お時間となってまいりました。皆さんこれからもね、秘書ガイドをよろしくお願いします。パチンコもこれからも楽しみましょう。ありがとうございました。はい、我が家に帰ってきました。まあ、深夜ですね。そして、今日はね、負けてしまいました。11月9日の振り返りからデータで振り返っていきましょうね。8日に下見で30店舗回った中で甘いと思ったホール行きました。28玉交換店、池袋にありますね。するとまあ入場盤は後ろの方だったんですが、運よくちょっといけんじゃねえのみたいな台打ったんです。そしたら20から21のペースで回ってくれてたんですが、ここ444回転で6ラウンド通常、このあと旗当たり6ラウンド通常、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 新北斗無双ね、まさかの5回連続6ラウンド通常だったんですが、このあと時短で引き戻して4ラウンド3回の16ラウンド2回でやっと来たんですね。でまたここで、6ラウンド通常、ちょうどここ抜けたんですけど、ここでまた、ここでは ST 引きまして4ラウンド8ラウンド16ラウンド2回で20時30分にまた引きまして、そして21時28分にもにやめました。結局初当たりは 1,2,3,4,5,6,7,8 回かついてましたね。初当たりはね、連チャンがついてないですけどね。で結果周りは 21.6 も回ったんですね。まあデーサポも若干多かったのもありますけど、まあ優秀台でした。で1ラウンド146個なんでいいんじゃないですか、大的には。投資が
45,500円の回収が58,500円で収支がプラス13,000円ね。で、今日なんですけれども、一般的には、土日は厳しくなりがちって言われてるんですけども、昨日打った店行ったら今日朝入場しました。昨日打った台は跡形もなくなってました。ただし他の台が数台、また行けそうな台が生まれてましたね。今日のお店はもう本当に有料店だと思います。基本的には土曜日には厳しくなるんですけども、最近ね、今日みたいなお店みたいに土日まだ打てる台がある店がちょこちょこ増えてますね。だいぶね、その朝一行った店では座れず、時をスペシャル打ってみたらね、当たりは取れたんですけども、球は増えずでマイナス6,000円で A 店を撤退しました。電車に乗って大山に行きました。大見法若干悪くなってんじゃねえの、下見よりと思って打ったらマイナス2,000円で、2,000円で38回ね。やっぱ土曜日ですよここはね。で下見の時に、新宿で会った海君に会ったお店行ってみました。空き台がいけそうな見た目で打ってみたら21ぐらいあったんですね。10,000円微妙にはまって、これ 27,500円です。投資561回転で ST 引いて4816と、で次が277回転で6ラウンド通常でしたけども ST 引き戻して4ラウンド8ラウンド16ラウンドと、そして抜けたところでやめました。時間的にもね、連チャンしたら危ないなと思って、で結果的にはこの日の全部の投資が、今日の投資が35,500円、回収が23,500円で、収支はマイナス12,000円でした。ただね、この無双の回転率また優秀で 21.5、 1ラウンド 141.7 個、昨日がプラス13,000円、今日がマイナス12,000円だから2日で1,000円。昨日も今日も新北と無双なかなか優秀台だと思います、都内では。でこれほどの台がまだあるんだなってのを今回実感しましたね。そして明日11月11日ね、しかしいい日なんですけども日曜日と、なんかなんか人集まるぞこれ、新宿の B 店、そして昨日今日の朝いた A 店池袋の2店舗、どちらもほぼほぼ行けるとは思うんです。新北と無双狙いで A 店のね、行きたいと思います。今のところ1000円勝ってんだ、全然いけるいける、優秀台狙って打って勝つ、簡単ですね。それでは寝ます。はい、おはようございます。11月11日、池袋にやってまいりました。で今日はね、最終実戦なんですけれども、姉弟子の湯川舞さんがまあ一緒のホールで打つということで、まあそこは終始は別としてね、夕方夜ぐらいまで打つのかな。そうです、打つ感じで、もし自分、はい、まあ自分はね、湯川さんとは別で自分が立ち回りが厳しかったら店移動しますけど、とりあえず朝は一緒に入場しようと思ってます。いくよ、はい、頑張る、はい、アイクってなんですか。
今ね17時過ぎなんですけれども、シンフォギア朝からね打ちまして、周りは23ぐらい、ちょっと弱いんだけど、もう大移動もできないんで座ってたら、さっき17連して1万5000発一撃出ました。で、の湯川様は、朝から調子良かったよね。そうですね、全部各編入ってシンフォギアね。そうです、そうです。何回、20何回か当たってるよね。今28回当たってるんですけど、何年だっけ、9連、11連、7連とか。すごい、すごい調子いいです。すごい、まあお互い多分今日はもう勝ち確なんで、で、俺、今湯川様はあんまり変わらない、関係ないけど、俺は旅収支もうこれで勝ち確です、東京都。素晴らしい、ありがとうございます。こういうとこだよね。こういう、この誰も突っ込まない、何もしないっていう、突っ込み役がいないんですよ、この指定コンビには。どっちかが普通、突っ込んでボケる、ボケる、ボケるなんで。しかも突っ込んでボケるって言っちゃいました。ボケて突っ込んで、もういいや。じゃあ今食事休憩ね、ハンバーガー食べたんで戻ってもう少し回してやめます。はい、はい、今実践を終えて、湯川さんとちょっと実践の振り返りしてます。いつもちょこちょこやるんですけどね。で、今日は自分はシンフォギア打ってプラス2万5500円でした。で、昨日、おとといの旅収支がプラス1000円だったので、これで東京旅収支はプラス2万6500円で終わります。で、今、湯川さん。湯川さんはいつ？あ、今日のプラスですか？今日は3万6000円ですね。お、2人してプラスですね。よかったね。やっぱりまあまあ、回ったもんね。まあまあ。止め打ちポイントも改めて確認できたしね。ひねりも決まったもんね。ひねり打ちも決まったし。結構決まりましたね。1ラウンドの値段も結構ありました、ね。はい。まあ、わかりました。はい、またね。今日これからもレベルアップ目指して頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、11月17日実践を終えて、東京実践を終えて自宅に帰ってきました。今回はね、日曜日でしたけども、やっぱりそういう特別な日だったので、状況が良くなりました。助かりました。そこは狙い通りでした。で、結果はこれですね。まあ、ざっくり片手で3回ですけど、1発目が429回転で4連チャンしました。で、13時に4ラウンド通常を引いて、3回目の初当たりが、これがなんと17連で絶勝しまくりの一撃1万6000発かな。で、結果が2万3500円投資で、回収が5万円、収支はプラス2万6500円でした。で、1000当たりの回転率は 23.7、 1ラウンド当たり 96.1 個でした。湯川もね、一緒に言った湯川も、勝ちました。優秀で掴んで、シンフォギアは増大でホールさんを押したがってる感じだったんですね。そこが全部良くなったんですよ。あと AKB のバラだったかな。あとは新北斗無双も何台か優秀でありましたね。3日間の東京結果ね、旅打ち結果これです。で、9日が無双プラス13,000円、10日がマイナス12,000円で、収支プラス1000円で迎えた今日がプラス26,500円で、トータルはプラス27,500円、稼働時間は約24時間でした。で、これがね、9日が 21.6 回回りまして1000円当たり、10日が新北斗無双同じくで 21.5 回で、今日が 23.7 でしょ。東京もね、これだけ見ればすごい回るじゃんって思えますよね。でも、これは30件のホール下見して、今回たまたまその知ってた有料店が状況が良くなってくれたんで助かりました。で、パチンコでね、勝つにはやっぱりホールさんが一番です。ホールの状況、これが一番。有料店といえるホールでも状況がいい時と悪い時があるんですね。今回3日間の打ったホールは状況が、有料店の中で状況がいい状況でした。
この時にいかにいけるかいけないかなんですよね。ホールさんもね、利益取らなきゃいけない。だから利益取らなきゃいけないけど、還元する時に打つイコール還元する時にボーダーラインを超えてる台があるんで、その時にその台を打つってことなんですよ。で今回はもうそれが全てですね、本当に。で、24都道府県回った結果がこれなんですよ。これね、今のところ16勝8敗で、総稼働時間が568時間55分収支はプラス88万800円ですね。時給にしたら2000円は切ってます。これはもう一昔前じゃこんなんじゃ全然ダメじゃんっていう周知ですけど、今のこの厳しいご時世で知らない町行って88万まあ570時間かかってて88万かかってたら、まあまあ旧大店かなとも思いますね。これからね、正直あと23都道府県回るますけど、もっともっとで状況悪くなるような気がするんですね。もうちょっとね、まだそこじゃない気がする。ただね、まあ、どこ行こうともやることは一緒です。優秀台を探して打って勝つこと。次回は12月に新潟行きます。新潟県も以前行った時にはもう数年前かな、優良店多かったです。ちょっと楽観してるんですけども、あれからだいぶ経ってるから状況がどうなってるか分かりません。分からないから下見をがっつりやっていい台見つけて勝利目指します。今回懇親会は12名の方がいらしてくださってね、本当にありがとうございますね。これね、懇親会は、旅出発前にあと23都道府県行く前に、ツイッターで懇親会行きたい人、行きたい人というか来たい人って募集しかけますんで、もしこれ見てね、今後行ってない県で、ツイート見て行きたい方は、もう本当気楽にね来てください。飲み代は割り勘になってしまいますけども、基本はね、私でよければお話、パチンコ話、いくらでもしますので、ぜひね、懇親会興味ある方は、ツイッターにリプライか DM くださいね。では皆さんありがとうございました。それではまた、次回新潟編ですね、お楽しみにしてください。ではバイバイク。